さあ問題の清滝トンネル歩きは別になんていうの、ここの信号さ、その青い時にそのまま行くと何かに呼ばれているっていうけど、要は青い、今こっち赤だけどこっちが青になりましたっていうタイミングですぐに行かないと赤になるタイミングが早いんだよね、向こうが青になるタイミングが。だから要はこっちが赤に切り替わる直前で行っちゃうと向こうが青になって衝突しかねないよっていう。寒いことですわ。青です、呼ばれとるな。さあ行きましょう、清滝トンネル。清滝トンネル、今この要は京都から反対側のところから入ったわけですが、この辺りで何か霊感ヒットするんですか、すでに。全然ねえな。でも1、2、3、4、5だからこの辺、この辺だね、このライトがあるところ。この辺りだな。この上だな、やっぱ上、やっぱり山のなんていうの中だな、そのトンネル。水がめちゃくちゃ落ちとることねえもんな。じゃあ、バーンって言うか。確かに。あ、これはすごいわ。あ、すごいところ。両脇にはなんか水が垂れてるけど、そんな地面、この一部濡れてるところがあるのか。でも上から落ちてないの。で通り過ぎましたけれども、具体的にはどんな感じなんですか。あなたはここを通って、なんか重い空気の中を歩いてる。なんか単純にあなたのその霊感ある人の気分が悪くなる的な、そういうこと。いや、俺の方が強いんだ。霊感的に今の俺の方が強い、絶対強い。ただ本当になんかね、あったかい空気と冷たい空気が今熱あ、見れば でもなかったな、降りたら。まあ、評判では最強っていう、なんていうの、文字がやたら目につくっていうのは。霊感見るか、手ですっぽりになるんだけど。で、最強やからさ、ちょっとレベル上げたら。あれから何か修行したんですか。何か、あの、この間の敗北から。うん、敗北から。俺は、徐々に上げないので、一気に上げて。そしたら、きれいになくなったら。で、さっきもそうやけど、ここら辺に来ると必ずあれだよね。どっかで、反響がなくなるんだよね。そうね、今この暗いエリアに入ってから、エリアに入ってから反響が切れたり出たりするね。これ一番なんか今一番俺がフラフラしてる。うん、なんか俺もフラフラしてる。何これ。なんか酒飲んだよ。うん、一瞬なんか足元おぼつかなくなったけど、俺も。そう、俺今ね、背中こうやって押さえてる。俺今左右に揺れた感じだった。暗くてバグってるだけなのかな。違う、完全に後ろから押さってる。はよ帰れ。どうしよう。あ、切れた、軽くなった。ほう、なんだ、サガンだってわけねえわな。サガンなんだろうかな、あのトンネル。あの暗い中だけ不思議やな。なんかフラッとしました ね。やばい。はい、こっちだ。
れ？こっちあったけえな。トンネルの外に出たら寒くなる感じか。動いたら暑いのかな。慣れじゃないか、やっぱり寒さに対する。いや、あったけえぞ。あの妖怪の中でも有名な酒呑童子ってご存知ですか？お酒大好きな鬼の妖怪なんですけれども、まあそういうお酒の大好きなかっちゃんは知ってる、うん、俺も知っとる。違うマジなお酒好きの妖怪がいて、ああいて、うん、それが討ち取られて首がここに埋葬されてると。行ってみる？邪魔にならんかな。何のあの人たちの邪魔だったらもう 見て帰るしかないよ。まあ酒呑童子の首に関しては正直なんていうの、あなたが妖怪っていうコンテンツに精通してるかどうかっていうところから入るから、霊感的な意味で。そうそうそう。失礼します。さてさて。上に人がいる。小さいお社があるだけ。なんか感じます？え、これ感じない？え？あの感じませんから言うておりますけど、ただあの後ろはあれだから気をつけてね、溝だから。マジで？あれだな、これあるな。霊感こそ俺は何も感じてないけれど、夜来てもなんていうのいい感じだなとは俺思ったよ。え、待って、なんか感じてんの？あんた、あんた厳しく感じてる。何よ？何？恨み？怒り？悲しみ？上で撮影してるんでしょ？うん、なんかカメラを使ってた。まあ、夜来る価値はあるということでよろしいかな、まずは。何、霊感強い人がいたらまずい系なの？いや、これ感じない、霊感ある人で、これを感じない人ってただのアホやぞ。はい、アホです。そう、俺もうダメだ。ああ。裏気になるんだよ、ちょっと。あれやで、走るのはええけど、クマとかヘビとかワンちゃんいるから気をつけてね。これだ、これだ。ほう、こっち？あの、ヤシロ反対側ですけど。いや、あのヤシロじゃなくて、変な家が映ったで、これだわ。ヤシロの向かいの建物でございます。カメラ持ってきてないよね。デジカメ？うん。昼だから持ってきてない。え、昼でも映る可能性あるレベルですか？うん。やっぱ酒呑童子すげえな。
言うてあれですよ、あのその酒呑童子を撃った人が、あの現状人間なら、ざっくり1000年ぐらい前の話ですよ。それもまた、首跳ねたかはどうかないけど、そんなことは映らない。その妖怪すら普通の人間だと思ってるんで。まあまあまあ、鬼と言われるだけのなんていうの、怖さがあったっていう。それでお酒を飲んで酔っ払って暴れてどうのこうのっていうのは映ってるけど、あそこは見えてるんだ。それが鬼かわからんけど、ただ酒乱っていうのは上がるね。お酒飲んで手がつけられなくなるタイプ。そうそうそう、それで暴れて人にすげえ迷惑かけて殺されたってやつじゃないの。妖怪じゃないでしょ。まあ鬼ヶ島の鬼もね、鬼とは言われてるけど多分人の所業だからね。まあでもそんだけヤバい人、うん、っていうことだと思うっすよ。剣術武道、喧嘩も強いし、だから暴れて人を殴ったりして殺したりしてて。夜来よう。あ、食べたい。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。おっと、そうだ、 S 級だった。ここもここで、うん、さあ、行ってみようか。さあ、何やった、ここ。首塚大明神、そうそうそう、かの大、あの超有名な酒呑童子の首が埋葬されていると。酒呑童子って何？白馬童子なんですけど。酒呑童子。白馬童子ですけど。ざっくり言うと、妖怪の鬼っているじゃないですか。あれの頭目です、リーダーです。鬼をまとめる存在、鬼の頭。無惨さん。あー、まあ立ち位置で言うとそんな感じ。うわ、すげえな、本当に。まだ入り口も入り口なんだよ。は、首塚大明神。失礼します、お邪魔します。先行けよ。私を生贄にする気だな。ライト眩しいんですけど。うわ、すげえな。本当やな。久々にこんなにオーブン見てもらった俺。すげえな、本当やな。生首見えるね。生首なのかな。本当やな。あれ、これ即撤退案件か。すげえ寒くなってきた。寒くない？あの外気温的な寒さは多分感じてるけど。怖い。俺すげえ今怖い。怖い。うわ、すげえ。いいよ。はい。出てカメラ置けよ。この辺基板が斜めなので。これにちょっと置いてくれ。これ夜撮れる、暗いやつ撮れるやつ。撮れないやつ。斜めってるな。いいや。光がないとダメなのか。そうですね。いつも使ってるカメラこれ。いつも使ってるやつ。あ、そうか。まあでも凄さはもうなんか最初の写真で分かったんじゃないかな、オーブがどんだけいるっていうので。多分編集でね、きっといい感じに見せられてることでしょう。あの赤いマントが面白いんだよね。なぜこっちから拭いとるのに横に行くんだって面白いね。何あれ、触ったら呪われるタイプ。違うやろ。真ん中の布。今度来るときお酒持ってこい。ガランガランやるやつか。知らん。悪さをした酒呑童子ですけれども、何かがいるのは分かっておりますけど、その何かの返事をください。
まだ割と遠い気がする、うん、あんまりなんていうの、その幽霊で刺激するようなセリフは言わない方がいいけど。つつきすぎないうちに帰りますか。あんまりつつきすぎるとよくねえな。ほらラップ音聞こえるな。うん、うちらほら聞こえるようになりましたね。絶対しよう。ちょ、どっから来た俺が。ここだ。怖い場所だな。相変わらず怖いな。ここに車止めて。首塚大明神。酒呑童子の首を埋葬したとされる場所です。怖いな。やだな。もう討伐してきたということだけ、その、報告しに帰ったって言われで、何？え？あ、びっくりした。何怖いんだけど。今こうやって手を捨てたらプッて逃げられたんで、ほんとびくしょーって思って歓迎されておるわ、こっちは。ちょっと待て、気持ち悪い。何やったんやろ今の。どんな感じかちょっと改めて説明を。手をこうやって置いといたら、こうやってふって逃げ、軽く逃げられた。煽られてますな。うわもうダメだ、俺嫌だな、出てくるの怖いな。え、帰る。あ、今びっくりした。気持ち悪い。今動いたね、ドドンって下が。お、気づいてない。そう、今下がなんかドドンって動いたぞ。動物じゃないよね。動物で下からの衝撃は来ないでしょ。今下からドンドンって押す。俺がそんななんかやったっていうわけじゃないでしょ。うん、下から突き上げられた今。いやなんか怖いね。大丈夫かこれ。え、どうします、さっさと行って終わりにしますかい。さっさと取っちゃおう。よし、行っていきましょう。歓迎されておりますかな。怖いね。怖くね、なんか。こんなんなかったね。酒呑童子様、よみがえってください。下にある血は生き血でござる。これを触れ物は触るべからず、いたずらする者、酒呑童子様から、まあ、先祖代々に至るまで呪い殺されるかな。なかなかカルトチックな思考の方がいらっしゃるようだ。マジか。なんていうか、ヒトラーのネオナチみたいな、あんな感じで、なんていうの、酒呑童子を崇める方がいらっしゃるんですな。怖いんですけど。ははははは。なんで足が動かないの、怖いな。俺が先に行くべき。行って。怖いな。生きてねえ。よいしょ、行きます。失礼します。はあ、こっちにもあるわ。ん、あれ、生き血って飾られてたやつ。うん、あなたのその棒だよ、ビビったな。どこに何がある。そこ、鳥居の下。
もうそういうの好きな人多くないよな。パチンと聞こえるね。何それは接触を持とうとしてるっていう話？帰れって言ってる話？こういう黙り込むのもまたあれだね。おつなもの？あまり出していらんな、俺。これは一体何なんだろうね。なんかの生き地って言っとったけど、どうなんでしょうね。何の生き地？さあ、生き地としか書かれてなかったから。そう。あ、もしかしてあれもそうか？どれ？あの、あ、いた。失礼します。ぽいな。あの真ん中に置かれてる。ジュースまで捨ててやる。ここにもあるんだよこれ。あ、すごい。さっきの文章と同じもん書いてある。なんだろうな、邪神教を崇拝してる人たちってこういう考えなのか。そういうなんかいい神様じゃなくって悪い神様、うん、信仰してる方々の思考ってこんなもんなのかなって。飲み物が捨ててあるのが分からんな。四天王寺を敬うんだったらお酒の一つでも持ってこいよって思うんだが。まあお酒で死んだけど。ウィンターゼリー捨ててあるやろ。ウィンターゼリーかな。そう、なんかジュースが捨ててあるからさ。あ、やべえ、匂いがする。よくない？よくない匂いだな。こっちから来るぞ。またかったぜ、どうしなもん。さっきも光ったのに光ってないってことはブーオーか。ブーオーおるな。白い赤い、いや緑。つまり有効的。つまり野蛮的な感じ。さっきの腕触られたのもそうだけど、あなた取らなくて大丈夫。俺別にいいの。腕触られるぐらい。確かに。何も反応しないね。ふむ。動物も動き出したね。そうですね、向こう側、うん、退散しましょうか。しましょうか。この変なラップ音、パチパチ音、ちょっと敵には回せんな、俺には。今日来てみたんですけどね。なんやろ、変な血だとか言って置いてあるものもありましたけど、なかなか素敵な思想を持ちで、うん、まあそういう信者さんたちもまあね、鬼を蘇らせようと思って一生懸命しとるんですけど、あの鬼滅飲みすぎじゃないですか。あ、血を飲むとか人間食うとかって
思いますけど、うんうんうん、人間食ったり、ここの鬼は人間食ったりはしてません。人間を殴ったり、ぶちのめすだけの、まあ、だけど、裏からガサガサって言わんかったよ。そう、ちらほらあっちから聞こえてるのよ、音がなんか。なあ。なんか今いらんこと言おうとしたら、ふんわーって背中を。ということで、今日はね、あんまりいい成果はないと思います。せっかく京都までね、来たんだけど、まあ、ちらほらラッポンが聞こえる程度で、そうですね、まあこれは多分帰れっていう。まだ電池あるん、いいね。俺のやつもう電池ないのに。まあ戻りますかい。ちょっと戻った方が良さそうなラッポンですね。よし、怖っ、帰りましょう。やだ、俺怖いな。今から帰るんだろう。絶対あれだと俺たち気をつけて帰るんだ。ちなみに今何体ぐらいに囲まれてます？何体っていう、あ、俺道間違えてる。何て場所。早速帰るのに道迷いだよ。いや違う、マジビビっとるで。感じない？この誰かに見られてるの、なんか。なんていうか、霊感なくて共感できなくて申し訳ないとは思っているけどね。金って言っとるやん。声はしないな。動画で拾えてるのかな。拾えとるんじゃねえかな。お邪魔しました。ありがとうございました。お邪魔しました。復活はしないで結構です。何をしているの。分からん。なんか本能的に早く立ち去りたい気分。よくないな。なんじゃ。いや分からん。今日俺すげえなんかマジでビッとる。大丈夫か。これ行こう。電動自すごい。前が見えねえ。前が見えねえ。あ？俺何ビビってんだろ今。俺このビビり方今日初めて。前も来たのに。何やろうこのビビり方。なんだろうこの異様な異様な。何やろう、あの誰が置いてたんあれ。あの行きつのやつ、俺じゃないよ。これじゃないよ。あんな事前の仕込みはできない。いや、あんなのにビビってんじゃない。あれじゃない。あんなのに着替えるわけねえし。
気をつけて帰るぞ。はい。はいって言ってもあなたに任せるしかないんだけど。今日は怖いぞ、これは。多分。はっきり言って怖い。はっきり言って怖い。いや、なんかさ、前が見えなかったんだよ。ああ、確かに納得するな、そう言われると。あなたの動き前が見えないんだよ。なんだ、俺見てるはずなんだけど前が見えないんだよ。今日はなんか知らん、俺すごい霊感をなんちゅうの、いつも発動するやん。はい。その発動ができないのよ、なかなか抑え込められてるのよ。僕の霊感を見よう、僕目で見ようとするより頭で感じるやん。うん。だから目が見えなくなった、真っ白になった、目が真っ暗になるのよ、目が。おや、なんか相当よろしくない状況だったな。なんか焦点が合わないと目が真っ暗になっちゃうの。だからなんかすごい気持ち悪くて頭がフラフラするしてた。なんだろう。今運転してる分には大丈夫ですよ。そう、今ホッとしてるのよ。これでも自分の気を確かに強く持たんとか、俺は俺だ俺だ俺は俺だっていう、勝っちゃんなんや勝っちゃんなんやつって、うん、言い聞かせながら撮影入っとったんや、さっきずっと。じゃなきゃ何かに飲まれそうな気がしてたもん。前が見えない時は誰かが俺の体に入ろうとしてるやつやからさ。いや、前が見えねえ、前が見えねえ。俺メガネ曇っとるんかなと思ったもん、俺ずっと。ああ。うん。前が見えない、なんだろうな。視点同士が首切られてることと何か関係が？ん？あ、首切られるとる時だ。あそこは本当に切られた人が祀られてるかは知らんけど、それのものはあるはず。首が痛くなるで、俺。頭蓋骨がある的な話でよろしいか？そうそうそう、頭蓋骨なのか分からん。それは俺もさあ、やっぱり分からんけど、首が痛くなるのは確かにそうだな。なんだろう、これなんて言えばいいんだろう。ああ、頭痛がしてきた。休む？車止めて休む？霊感が抑え込められてる。そうそう、霊感を働かさせねえようにしようとしてる。どっちや？相手側から左側で、そんなアクションができるの？できる、それはできる。俺が負けたってことになる。強敵おるな、さすが京都。強敵だな、これ。京都すげえな、やっぱ。なんか未だに見に来んの。え、怖い怖い怖い。赤信号です、止まってくださいって。ナビした方がいいかい？分かっとるわい。見えないって言われたら、だってさ。違う、本当に。これ多分、リバーサイドホテルから来たやつかもしれない。サンリバーの方からだと思う、これ多分。連れてきたかな、サンリバーか。ああ。でも、誰がああいうの書くの？わざわざ書いて置いていくんだろう。そうですね。何の血なんやろな、豚の血かな。動物の血だったら、お前動物殺しとるわけやろ、あんだけの大量の血を。ああ、ちっちゃい瓶といい、見つかったな。うん。もうちょっと行ったら右に曲がる感じか。どれや、これか。はい。いきなり高速？違うの？怖い？いや、全然いいけど。むしろ怖がっとんの俺で。大山崎町方面です。いや、今日何やったんやろ、俺がやべえ。もう捕まれた時点であれなのかな、腕触られた時点で。来るなっていう意味なのかな。俺狙われてるの、やだ、怖い。でも目が見えんかったな、マジ怖かったぞ俺。あ、やばかった。演技でもなんでもねえからな俺。マジでなんか焦ってた俺したけど、これ何しとりパニックっとるんだろうと思ったもん。冷静な自分もいるのね。冷静な自分もおるんやって。だから要は普通のオンオフ両方で来るやるやん、うん、要は現代と幽霊側と現代を半分の
壁をぶち破っとるような感覚で歩いてるわけ。うんうんうん。その境を歩いとるから分かるんだけど、今回はなんかほぼ幽霊側、幽霊側にいたような気がする。なかなか引き込まれてるな。強いな。じゃあそう思って、やっぱりあの地前まであんな感じしなかったもん。あ、それは思う。あの変なもん置いたでかな。あ、置いてあったでかな。なんか雰囲気に飲まれたか。いや、俺そういう雰囲気に飲まれないからあれが邪魔だったんじゃねえかな。どうかしてほしかったんじゃねえかな、俺に対して。ああ、うん。だから俺こうやってあの掴まれたんじゃねえかなと思って。ちょっと低下してみたいな、そういうそれか。多分ね、あれが邪魔だと思う。あれが嫌なんじゃねえかなと思って、そのままにしてしまった。そのままにしてしまった、うん、動かすのも良くないのかもしれんけど、も俺もどう触っちゃいかんのかな、どうなのかな。本当に血だったら嫌だよ。あー、それはそう。手袋持ってねえし。てか、あの向こうのその視線同士が明確に嫌だと言えば、まあ俺動かしてもいいけどって思うけど。あれ、あそこに乗っとったやん、本殿みたいな。そう、本殿のとこに真ん中にあれがすごい邪魔だっじゃなかったかなと思ってさ。いや、お酒は飲みてっていうのは分かったやん、お酒が欲しいっていうのは。自分がすごいさ、あそこにおると今日は珍しく、なんか知らんけどすげえ今酒が飲みたいっていう。本当に大酒飲みっていう、大酒飲みってやつやったよな。血じゃない、血は邪魔だっていうあれをどうしてもどかしてほしかったみたいだな。ああ、やっぱそうだ、邪魔だったみたいだな。何、これだけ離れてコンタクト取ってるもん。コンタクト取ってる当たり前やん。一応さ、一応成果はねえけど、そのコンタクト取ってさ、まああれだね、死んでても息血を添えられるのが嫌なんだね。え、これ老いた人って男と女？マジか、一人じゃないんだ。女かなって思ってたけど、二人一組であんなやべえことする。一人でできるもんじゃねえけど、まあ、うん、邪魔だって目の前が見えなくなることと何か関係があるのか。ああ、今説明します。目が真っ暗になった理由が分かりました。はい、はい、僕は半分取り憑かれてました。すいません。ギャースギャースえ、あの腕触られた瞬間アウトってこと。そう、もうその頃からもう入れるように体が腕から入れた。足とか俺その時無防備やもんな。あなたならた、あのどかしてくれると思った、かっちゃんなら。うん、まあ確かになんか、うん、幽霊側の気持ちちょっと分からんではない。あなたなら出してくれると思ったのに、なぜだなぜどかしてくれる、どかしてくれなかったの。この数日間イライラするのって。まあでしょうね、でしょうねとしか言われへんわ。あんなもんわかんない、それはでしょうねとしか思われへん。悪いからな。立ち悪いいたずらするやつおるな。今までを心霊スポット行ってて、あの立ちの悪さはないね。ないな。汚してったとかならともかく。でもな、こうやって喋ってみると、そんな殺されるような鬼のような人とかないけどな。まあ酒癖が悪いっちゃ悪いんだろうな。まあ酒癖の悪い盗賊ぐらいの立ち位置だったからな。まあ人殺しもしてたし、金品も奪ってたからな。それは知らないけど、まあその棟梁をやってたっていう、要はそのなんかグループの頭にいたっていうだけの面倒見の良さはあるんでしょう。面倒見の良さ、まあねえけど、悪さをしたい奴らが使っとる
なんかそういう盗賊だったりなイメージのグループにはなってたと思う。